プラズマニルエタノールアミンデサチュラーゼは、エーテル脂質代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。この酵素の基質は O-1 アルキルマイナス2、アシル SN グリセロマイナス3、ホスホエタノールアミン、還元型受容体等にで、生成物は O-1 アルカマイナス1エニルマイナス2、アシル SN グリセロマイナス3、ホスホエタノールアミン、 受容体と H2O である。保因子として ATP、マンガン、マグネシウムを用いる。この酵素は酸化還元酵素に属し、基質に特異的に作用する。酸素は酸化剤として還元されると同時に基質に取り込まれる。組織名は O-1 アルキルマイナス2アシル、SN グライスロウマイナス3、フォース4セナラミン、ハイドロゲン。 ドナー、オキシジュナンオクセドラダクテイスで、別名に、アルキラシルグリスローフォスフォーエセナラミーンデサツラセ、アルキラシルグリスロフホスファリーレサナラミーンデヒドロゲナーゼ、デヒドロゲナーゼ、アルキルエイサイルグリスローフォスファリーレサナラミーン、1をアルキルマイナスニアシル SN、グライスローマイナス3フォスファリーレサナラミーンデサツラセ、 一応歩きるに走る SN ぐらいスローマイナス3フォスファリーレサナラミインで札らせがある。ありがとうございます。